コインね。全部カナダのお金だ。あ、でも日本円もあるかも。5円みたいなのが落ちてる。さっき3年ぶりに飛行機乗った。今ここバンクーバー空港で乗り換える。水槽すごいよね。紅葉が見れた。嬉しい。散歩ついでにカフェに入った。何このクラシック音楽みたいな、うん、めちゃめちゃいいじゃん。ケニアのコーヒーだって。なんか豆で選べて、この店どの豆がいいか分かんないんですけど、こういう感じが好きですって言ってお姉さんに選んでもらった。ケニアがいいよって言われて。しかもこの模様もなんか気にするか。いやどうだろう。でも、うん、かわいいいい感じ。っていうかこのさ、朝からこの優雅さ大丈夫かなっていう。ちょっと目がバグる。銅像、銅像っていうのを見つけた。面白い。あ、こう面白い。よいしょ。あー大都会。私バンクーバーもさ、もうずっと行ってないから本当に都会に来んのってさ久しぶりよ。カルガリーぐらいは行ってるけどさ、でもそれも別にダウンタウンもそんな行かないし、うん、郊外しか行かないからさ。一回ホテルに帰って身支度して、今日はホミンのお母さんに会いに行く。めっちゃ安い。こんなさ大都会なのに、逆にさ大都会だから人が来るからかな。今これアメリカのはラージで 2.5 ドル2500ウォン。え、やば。なんかさコーヒー安いとこたくさんあるんだよね。多分みんなコーヒー飲むからかな。なんかすごい、もうカフェもうカフェだらけ。今昔はさカフェが集まってる場所を見てカフェ通りって言ってたけど、もう全部カフェ通りじゃん。ここもカフェ。あ、写真撮れる？違う？何ここ？何の店？あ、皮膚科か。照明写真の場所かと思った。あ、紅葉が綺麗で嬉しい。すごい、もうカフェばっかり。
昔はこんなんじゃなかったのにね。もうこの20年ぐらいでもう韓国人の人はみんなコーヒー好きになっちゃったよ。아그래요 그래요딱이거는두그냥두꺼운물이야아니면다시아소나다でも何？こういうの分かんない。いいコーヒーを分かるためには、うん、コーヒーだけ飲んだ方がいいのかなって思って。ああ、そうじゃない？そうしようよ。いらっしゃい。お、誰もいない。え？あ、マスク。はい。全然ない。うん。なんか韓国のオリジナル的なものがあったら買いたい。ありがとうございます。勉強してるんですか？いや今は全然してなくて、あの前に住んでたことがあって、はい、その時にちょっと勉強してました。はい、ワーキングホリデーで。あ、私も日本でワーキングホリデー。あ、本当に？何してたんですか？東京で、うん、2年前、うん、2年前で1年間住んでて、うん、まあ、そうです。去年の1月にまた戻って、カフェと、うん、ハンバーグ屋さんで働いてたんです、うん、はい、渋谷で。いいじゃん、最先端です。今もここで働いててかっこいい。本当に都会の中で。タイからは食べれないけど。そうですね、韓国にしか味わえない。そうですよね。え、チョコレート、でもいいよ、食べ、本人が買ってくれたら食べる。本人が食べるの？すごいちっちゃいで、チョコレートのホットクだって。なんかちょっとコーヒーに合うじゃないけど、コーヒー飲んでみて、うん、店員さんが日本語できてわざわざ話しかけてくれた。
レートのいい匂い。グリーンティー、グリーンティーなんだっけ、グリーンティーチョコレートかな。中国語と言ってることが全然違うんだけど、なんかおしゃれこの店、気になる。そうね、すごいね。このでもさ、今日本でもこういうバターの切れ一切れが入ってるようなあんバターたくさんあるみたいだから。あのさ、うわー綺麗。このビルにチョンロタワーっていう他のビルが映ってる。そこにこのビルが、あ、この裏にビルがあるんだけど、見てほら、チョンロタワーが映ってんの、かっこいい。このビルがチョンロタワー。